ニューヨーク市警察、ニューヨーク市警察、ニューヨーク市警察、ニューヨークシティポリスデパートメント、略称、NYPD は、主に、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の5つの、行政区内での法の執行及び捜査活動を、行う北米で最も大きな警察組織である。ニューヨーク市警察は、ニューヨーク州ニューヨーク市に本部を持つ、自治体警察、警察官、 約3万7800人を要し、全米で最大の警察である。本部庁舎は、ニューヨーク市庁舎と通りを挟んだパークローに置かれ、ワンポリスプラザ、1PP、ポリスプラザ一番地と呼ばれている。ちなみに直近にあるのが、連邦地方庁舎、裁判所や移民局などの集まるフェデラルプラザ。世界の首都と称される、ニューヨークの治安を維持するため、航空隊、港湾隊、 高速道路帯を含む巨大な組織を有している。以前は別組織であったニューヨーク市地下鉄を管轄する地下鉄局や市営住宅団地を管轄する住宅局イエローキャブに扮した警察車両で防犯活動を行う巡回局の防犯タクシー隊など一風変わった組織もある。1970年代、ニューヨーク市の治安は著しく悪化し、 警察の腐敗も取り沙汰されたが、ルドルフ・ジュリアーニ市長が行ったコンプスタットのような犯罪抑制システムの取り入れなどの警察改革で、殺子の能力は大幅に向上し、1990年代以降、犯罪件数は大きく減少した。2001年に起きた世界貿易センタービルを狙った同時多発テロでは23名の警察官が殉職している。 パトロールカーのデザインは、1990年代後半までは、青色と白色の塗装に2本の白線が引かれ、横には、NYC 文字、紋章、ポリスと入った図柄だったが、現在は、白色の塗装に2本の青線が引かれ、紋章 NY、NYPD、標語の順に入っている。警察委員会は、日本の公安委員会に相当する、行政委員会である。 ニューヨーク市系の警察委員長は、ニューヨーク市長が任命し任期は5年。通常は市長が交代すると辞任し、次期市長が新しい委員長を任命する。警察委員長は、数名の警察委員を任命できる権限がある。警察委員は、法律上は NYPD の警察官ではない、日本の公安委員が警察官ではないのと似ている。 歴代の警察委員長や委員には NYPD 出身者も多いが、これは警察委員会が実務的なマネジメントを行うからであり、警察での業務経験が制度上必須というわけではない。制服組から任命された警察委員はシューピースオフィサーの資格があることも、あ、警察委員として就任中も銃器形態に許可証が必要なく、また、同志警察年金の対象となっている。 一般的に、米国警察の階級名と階級章は、基本的に、米国陸軍のそれに準じており、ニューヨーク市警でもサージェント、レテナン、キャプテンの階級名と陸軍のそれとよく似た階級章を使用している。またデピューティーインスペクタは、少佐、インスペクタは、大佐、チーフは将軍に相当する階級章を使用している。階級章の位置は、 サージャントはワッペンを上腕部に縫い付け、ルテナント以上は、制服シャツの襟及び制服上着のショルダーループ部分に金属製バッジを装着する。NYPD におけるディテクティブ、刑事は、序列において、巡査と同格の階級である。交付されるバッジはオフィサーが、銀色の縦型で、警察本部名のみが入っているのに対し、ディテクティブから、階級内理、 金色枠でナンバーパネルが下についたメダル型。ディテクティブはさらにグレード1から3に分かれており、初任のディテクティブはグレード3になる。実績によりグレード2、グレード1と序列が上がる。給与は2で巡査部長と同程度、1になると警部補と同程度。ディテクティブはディテクティブインベスティゲイターとディテクティブスペシャリストに分けらており、いわゆる 刑事の仕事をする者はインベスティゲイターである。日本語で刑事を意味するディテクティブだが他の部署へ移動しても昇進しなければ階級はディテクティブのままである。サージェント、巡査部長になると金色で白頭し付きの縦型になる。警察官のバッジは他の警察と異なり階級ごとにバッジのデザインが大きく変わる。特にルテナン以上はメダル型が基本キャプテンは 王冠と月経冠付き、デピティ・インスペクタからは、階級や役職によって、白頭は死や菓子の葉、星など小物、相当する階級賞と同じが追加される。また全員管理職になるため、個人番号を表示する義務も免除される。一般警察官の手に負えない、あらゆる任務を引き受けまた支援を行う緊急、出動部隊が設置されている。部隊としては、 スワットとレスキューの機能を有しており、使用車両には、火器だけでなく、救助用資機材も積まれており、クレーンが装備された車両もある。多機関のスワットがそうであるように、S も、また秘密部隊ではない。総体は1930年。当初の名称は、エマージェンシー、サービスリビジョンである。火器で武装したギャングや暴動などに対処する、執行隊として発足した。 総体当初から人員と機材輸送用のトラックは保有しており、これは今では S の部隊装に描かれている。1960年代に救命機能も付与され、レスキュー隊としての任務も加わった。テキサスタワー乱射事件やワッツ暴動が発生すると、ロサンゼルス市警察がスワットを編成したのを皮切りに、全米各地の警察で同様の特殊部隊が編成されることになった。 NYPD でその受け皿となったのが S で、機質のものに加えて、SWAT 機能も有するようになり、今日に至る。S は、市内各所にエマージェンシーサービススクワット、ESS、緊急出動分隊を配置し、各分隊は、当該部隊の管轄で出動要請があった場合、それに対応する。戦術のように、立てこもり事件や、 家宅捜索などスワットの任務を担うだけでなく、交通事故における人命救助や自殺志願者対応など多様な事案に対応している。勤務用拳銃として認められているものは以下の3機種である。これら3つは基盤携対応としても認められている。いずれも後継は9ト、mm、ル、また、NYPD はいかなる事情があっても激鉄を起こしてはならない。 射撃は常にダブルアクションで行うことと規定しているため、銃もダブルアクション専用になっている。1987年7月1日までに警察官であった者に限っては、リボルバーの使用も認められる。警察官は勤務中か非番かを問わず、拳銃、バッジ、身分証明書の常時携帯を義務付けられている。これによりいつでも法律の執行が可能になる。 非番時の重寄不携帯が認められるのは次の5つであり、重器不携帯の場合にはバッジ携帯義務も免除される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。